ドレーン・モラー、ドレーン・モラー、ドレーヌ・モーラー、1955年6月1日台はニュージーランドの元女子長距離走、マラソン選手である。1992年バルセロナオリンピック女子マラソンの銅メダリスト、大阪国際女子マラソンへは過去に何度も出走、優勝を合計3回果たしており、大阪ではおなじみのマラソンランナーだった。 1984年8月、女子マラソンで初めて五輪の正式種目となった、ロサンゼルスオリンピックに出走したが、惜しくも、逸つはメダル獲得には届かず5位入賞。ゴールタイムは2時間28分34秒に、止まった。1986年1月、大阪国際女子マラソンで、海外招待選手として、出走、2位の浅井恵里子を4分以上の大差をつける。 圧勝で同大会発優勝2時間30分24秒1987年1月2年連続の大阪国際女子マラソンでは2位のリサ・マーチン、オーストラリアと3位の宮原・美サ子らと競り合うが終盤スパーとして優勝大会発の2連覇を果たした2時間30分40秒1988年1月 大阪国際女子マラソンで史上初の3連覇が期待されたが、レース当日体調不良のため欠場。同年9月のソウルオリンピックでは、メダル、入賞争いに加われず、33位、2時間37分52秒に終わった。しかし1989年1月、大阪国際女子マラソンでは、ソウル後、我が根メダリストのロザモタ、ポルトガルラを破り、 当時最多記録となる通算3回目の優勝を果たした2時間30分21秒。なお現在はカトリンドーレ、ドイツの通算4回。また北海道マラソンでも1989年8月2時間36分39秒と1991年8月2時間33分20秒に合計2回の優勝を果たしている。 1992年8月、国書のバルセロナオリンピックに出走、優勝のワレンティナエゴロは、ロシア、当時 EUN、2位の有森優子に続いて3位入賞を、果たし、見事銅メダルを獲得、2時間33分59秒。なお37歳での逸話メダル獲得は、女子マラソン選手史上当時の最高齢記録であった、現在は2008年8月の北京オリンピック金。 メダリスト、コンスタンティナ・トメスク、ルーマニアの38歳。翌1993年1月、大阪国際女子マラソンに出走するが、5位に止まった、2時間30分31秒。1996年7月のアトランタオリンピックにも41歳で出走、46位、2時間42分21秒、4大会連続の逸話女子マラソン代表選手となった。 現在、ハートオブゴールドの副代表理事を務めている。名付け親は、モラー本人であり、代表理事は、有森裕子。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。